今日はコーディネート提案じゃなくて、僕のめちゃくちゃ好きなアディダスの服の紹介をしたいと思います。こちらですね。まあよく見るやつだとは思うんですけど、分かる人には分かるんですけど、結構いいヴィンテージの服なんですけど、この服についてちょっと話したいと思います。はい、こちらですね。すごい光沢感がある、めちゃくちゃいい生地感のアディダスのジャージなんですけど、その言ってた何が違うって、このアディダスのジャージは ATP って言ってアディダステニス協会の服で、80年代から80年代中旬ぐらいまであったやつなんですけど、このアディダスに関しては、まあ USA なんで中期ぐらいなんかなとは思いますね。これがメイドイン USA がフランスとかになったらもっと古いやつとかになります。で、どこで見分けるかってなったら、ここのトレフォイルのマークを見てもらって分かるんですけど、このアディダスのトレフォイルのマークがすごい切れてて、だいたい今の現行のトレフォイルのマークはこの葉っぱが切れてないかな。ここを見たらすぐ古いヴィンテージのやつかなっていうのがわかります。それとまあ一番わかりやすいのはタグですね。タグ見てもらったらもう、ATP ってなったらもう80年代になりますね。すごい生地感が薄手で、まあ前回も春先寄りの服をすごい紹介しましたが、これに、まあそれこそロンティーはもちろんですけど、まあ、デニムとか合わせてあげてもめちゃくちゃかっこいいんかなとは思います。着てみました。結構薄手ではあるんで、まあメインは春先から秋口までかなとは思うんですけど、すごいやっぱり相性がいいのはインナーはもちろん白とか、まあ、デニムって僕言ったんですけど、今日は白のパンツ履いてるんですけど、白のパンツとかと合わせてあげてもめちゃくちゃ可愛いと思いますね。この服は前回の動画とかでも着てたんですけど、もう何年ぐらいなのか、結構3年4年ぐらい着てるぐらい気に入ってますね。実は色違いがあるんで、ぜひ色違いも見てください。はい、これが色違いですね。これも同じ ATP の80年代中期のアメリカ製のやつなんですけど、黄色はあんまりないんかなって思いますね。ジャージは結構難しいっていう方多いんですけど、まあ合わせ方によってはいろんな見え方があるんかなとは思いますね。結構黄色とかはすごい難しいんですけど、人と被りたくないなってなったら1個あるだけでだいぶ雰囲気は変わるんかなとは思いますね。以上で今日はすごい自分の好きな服を紹介しました。これからもっと春先に着れるやつとかも紹介していくんで、ぜひ見てみてください。